はいこんにちはこんにちはえー、すいません突然えー、っとレコーディングができているのかわからなかったんで <laughs> すいません間が、まあ、空いてしまいましたけれども、えー、京都の農学師松野弘樹とおドイツにお住まいのおオペラの演出家つれつ子さんでお送りしておりますノートオペラの対談ですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますえーっとですね、えー、こちらまあそちらもそうなんですけれどもお夏になってきましてですね。 えー、少し、まあ、我々農学士が夏にすることをお,お話ししようかなと思うんですけれども、えー、弟子期間の時はですね、うんあのー、この8月頭ぐらいに、えー、練成会っていうのがありましてですね、うん、1> で1日かけて。 朝の9時ぐらいから夕方ぐらいまで前林とか反応とかを反応っていうのは脳の後半部分するやつなんですけれども大体一人頭15分から長ければ30分ぐらいの演目をですね、えー、上下2段ですが20番ぐらいかな二十数番もっとあったかもしれませんけれどもそれもねあのー、なんていうか弟子が多い時とそう,そうでない時とで 数が違ってくるんですけれどもそういうのを1日かけてやるとで、えー、お客さんはおられないとお客さんは先生方であるとで、えー、終わったら「ありがとうございました」って言いに行って、えー、ここはあやこうやとお指導を受けると、うん、いうのがですね、えー、まあありました発表会みたいな感じですかね ええとあの練成会って言ってますね。要は研鑽のための会。練成ってどういう感じだったんですか。えっと練習の練に。うん。生ってどどんな感じだったかな。<laughs> なるやったかな。ともかくあのえっと自分例えば二十代二十二三とかではあんまりやらないような曲、ちょっと難しい曲。 に挑戦させてもらったりとかして、えーまあ、経験を積む発表会ですね。<laughs> うん、じゃあ、でも、ずいぶん前から準備をされるんですか？それに向けて、えっとね。六月ぐらいに番組を作って、<laughs> あの七月ぐらいから稽古しだして、八月の頭ってとこですね。 うん、なるほどへえそういうのがありました、うん、でそれがね一応ね40歳で定年なんで僕はもう行ってないんですけれどもそんなんがあったりとかですね、うん、それは同じ林家の中だけでやるんですかそれでも,いやもっとねえっとね、えーえーえー、5家5つの家合同でやってましたへえ じゃそうすると普段会わないような人とかともそこで会ういや基本的に会うんですよ。基本的にあのみんな全員会ってるんで <laughs> あの、全員会ってるような、そんなお広いしょ職種じゃないので、あのみんなかした,した顔です。<laughs> お囃子とかは別にわざわざ呼んでわざわざ、お囃子もそうです。お囃子も、あのー、例えば親の方は、 監督として見たはって子供の方が打つとか。で、お囃子のお弟子さんもやはるわけですから、そういう、なんで、そういうメンバーでやるという感じですね。で、それが一つ。で、あと、虫干しですよね。装束を約1週間ぐらいかけて干すと。 えーまあ、この季節のおよくあることです。んんうん、んでね、もう一つありまして、実はですね、この時期に来年のプログラムが作られます。へ<ー>うん。うん、えっと、まあ、僕らこのなんていうのかな、関ん世界っていう、京都関ん世界っていう、一番メインの えー、全員が所属している団体その催しがあるんですよねそれが年間に10回あるんです、うん、ね、えー、その曲が全部先に出ます、はい、ね、これはにその理事さんが決めますので <laughs>、うん、僕らは、えー、と決まった曲をするという感じです、うんうん その曲が決まったときにも誰が何の役をやるかとかも全部配役も決まった状態で発表されるんですか嫌でスとかないんです。僕はこれやりたくありませんみたいなのはないんですかまあそのえっ、ー、と何と言いますかねあの例えばそのすごく体調体調っていうかなんか大病してするとかねそういう状況でない限りほぼほぼそういうことはないです。う それがまず決まってそうすると何月に何の曲をするか決まりますよね。だから同じ月に同じような曲してたんではちょっと大変ですしそれを外すような形で次にのの定期会曲を決めますこれがだいたいこの季節にあるんです。うん 1>, <で>あの1月とか12月の末とかじゃなくてこの夏の前に決めるんですね。そうです、あのスタートはね、1月からなんですよね,あのね。年度、年度方式じゃなくて、うんあの、お正月スタート方式なんで、だから今決めて、今度、例えば年末ぐらいの催しに向けて、来年の。 曲を出しししてててて発表いいいくくととチラシとかににっうなります <laughs> でも1年だからその1月までじゃなくて1月の先の,の次の2000今だった22年の、えー、上半期もう決めちゃうんですよね。それともあのここからの下半期だけ決めて上半期はまたまあ。上下のあれはないです。 <laughs> もう一年トータルですだからえっ、ー、と、うん、この今年にこの今の時期に来年、うん、えっと二千二十二年の一年分のうんもうう、うんうん、でもちろんそれ以外にその、うん、えっと,とそれ以外の催しっていうのはそのツ2を入ってきますからああああえっ、ー、と今決めて この9月からを決めるんじゃなくて今決めるのは2021年の1月から12月までってことですね。それのいわゆる定期会ですよね決まっている催しの、うんあのー、曲を決める。えー、る実際そこには、うん、そこからその突発的突発的って大変ですけどもそれ以外の催しもたくさん入ってきますので。<laughs> うん、それはまた入ってきたときに決めていくんですけれども、うんうん、お定期会といわれる、まあわ、私でしたら、林一門ですので、林定期会というのがあるんですけれども、そこの曲を決めるというのがあります。うんうんうん、オペラ座はあの、やっぱりこの時期に来年のシーズンが発表されるんですけど、来年のシーズンって9月から始まるので。 9月から6月までっていうのがワンシーズンなの,で,、はい、あので、やっぱりこの夏前に発表されて、来年シーズンの作品はこれですよっていうふうになるって、その来年シーズンっていうのはもうす数か月後なのでね、ちょっとすみません。あそっか、えっと、9月、6月ってこの、うん、7、8っていうのはないんですかそのさっきの基本的に夏休みで、劇場はどこも閉まっていて、うん、9月とか10月からまたは再オープンですね。 <あ>はい、なるほどね。いや、うんうん、僕らね、その、えっと、その休み期間っていうのはないので。あ、ないんですか全然ないんです,なんですなん。そうなってくるとね、12月、1月、めっちゃタイトなんですよ。うん、12月がね、各関税会で言うならば、12月、第3週の日曜日が12月の例会なんですよ。次、1月の第2週なんですよ。うんうん、だ間3週しかないんですよ。うんで次の 一年が始まっちゃうんで。うん,う,んう,んうん。結構タイトですよ。うん。あのオペラもね、年末は結構稼ぎ時で忙しいは忙しいですけどね。ほほほ。ススで、えっ、ー、と、この林定期。私らの一問会に関して言うならば、え、この月に、えー、まあ。 こういうういいい曲がししたたいという方式でで今まで決まま決ってました、まあ、こと来年に関してはちょっと、うんえー、少し、うん、まだこう話し合ってる段階なんですけれどもちょっと今までと違う決め方をしていこうじゃないかっていうふうにはなってますんですが、うん、あの今までは、うん、基本的には自分のやりたい曲というのを、うん、おやるというのが、まあ、スタイルでしたね。ううううん、うん、うん、うん たえー、と林家の方は自分でこうの今度これやりたいですみたいなことを言えたりとかあのお師匠さんと次はこれをチャレンジしようみたいな計画ができたりとかそうそうそうでそう、ね、まあ、ちょっと来年からちょっとあの方式を変え,変えるという話になってるんでまだそこの方式を決める会議がまたこれからあるんですけれどもうんあの今まではそうでしただから今年に関して言うならばあの、うん、私が5つを回ったのは 自分でこの曲って決めてやりました。うん、あ、なるほどなるほど。うん。えー、そかそかそか。で今やって今度8月に回れるのが？あ、今度がえーと5月の公演が延期になっている8月にシャリをやります。うん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 そうです。シャリねえーとね、何回待ってんのろ4回か5回ぐらい待ってるのかな。結構ねなんかやってるんですわ。 やっぱり、うん、<laughs> 毎回違うもんなんですか相手役が違うと全然違ったりとか、ななそういうのはあるんですかそれとも多分ね、これね、うん、毎年待ってたらね、うん、とか毎月待ってたらまた違うんでしょうけど、うん、何年かに1回なんですよね。例えばね、これ、うん、少し前に待ったのはこれ、これがそうなんですけど、DVD なんですけどね、はいはい、平成27年ですね。 かなえ平平成じゃ2015年ですからえっと年6年前6年前ですね6年前に、えーうん、待ってますこれは草津の宿場祭りっていうあそうそう,これ,そうこれ見えますこの舞台おおはいこれあのここのうちの,うちのこの松を持ってったんですわ<た>でバトンで吊り下げてるんです はいはいはい,はい、はい、<laughs> なんかそれらしく雰囲気にしようかなと思って持っていきました松野さんのうちの松はもういろんなところに出張に行かれるんですあそうです移動式です <laughs> なかなかないんじゃないですか <laughs> そんな松を持っている方って普通だって大体この木に直に書かれてますからそうですよねうん、うん、あの可、ー、動式の松を持ってる人はあんまいないと思いますあ珍しいですやっぱりすごく うん、珍しいと思います。うん。すぐにパパッと外して、パパッと持っていけるようになってるんですか。そうです。あの、こういう長い棒。にかかってるだけなんで、こう、こちゃってこう取って、抜いたら、いけます。もうなんかキャンプの要領です、ね。あ,あ、そう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 ,そう,そう。<laughs> そうです。まさにそうです。<laughs> ただね、棒がね、えっ、ー、とー、えー。どんなきゃんね、これ二間。2件なんで。うん。うん 2軒ちょっとあるんで、だから2メートル、あちゃちゃうんうん、二軒、うん、半か、2メートル、3メートルぐらいいるんで、その棒はね、持っていけないです。車に詰めないで。組み外すんですかそれとも、それはもう1本で、ね、3メートルの長い棒があす。ここにあるのは1本の棒です。わーすごいですね。どうやって入れたんですか、家の中に。いや、階段でこう上げてきたって感じです。<laughs> <laughs> 入ります入りました、入りました。それはそんなに問題ないです。なるほど、なるほど。そうそう持っていく先でね、違う棒を使ってっていうことですそう。これは完全にあるバトンですね、向こうにある棒に引っ掛けてっていう感じですけれども、あのシャリ、まあ、しゃら何回かやってるんですけれども、えー、リハーサルがあるときとないときがあるんですよね。 うんうん、で今回の8月に関してもリハーサルなしです。お全くでこのこの時もこの時もリハーサルなしです。<ー>なかったんですだから結局楽屋うちでどういうことをするかっていうのを話をして、うん、まあ、えー、ちょっと場,は場当たり的にこうしよう、うん、ああしようっていうのはありますけれどもちゃんとした、うん、あの投資のリハーサルとかなかったんで。 で今回もないのでよやそれがもうちょっとオペラだと信じられないですね。今もだってたった1回の公演のために何日かけて大人何十人も集まってお稽古してます。<laughs> いや逆に言えばそれの方が信じられないです。いやーだから。すごいいや だって照明なんかこう10秒のに出す放つだけの照明のために何時間もかけて照明調整しますからねああ<ー>、うん、まあ照明音響って僕らないんであとはだから自分たちのその肩をどうするかで型っていうのはほぼ,ほぼ名称が決まってるんでそのめ言葉で 相手にそのこういうことをするっていうのが伝わる伝えられるんですよね。でこの専門的な用語で全てが成り立っているっていうのはすごくすごく大きいことで、うん、あの多分知らん人が聞いたら何を言ったのかよく分からへんと思うんですけどこの中でやってる部分に関して言うならばここでこうするああするっていうのはすごく順調に、えー、かみ合ってきますんで。 だからまあ今回もおにうん8月18日えー、ほぼほぼぶっつけでやりますんでまな、あ、んかしらトラブルが起こるかもしれませんまたそのトラブルもまあ楽しいこととしてですね <laughs> あの、えー、見ていただけたらいいのかなと思っております。チケットはまだ売ってるんですか？あります。えあのー、まあ、まあ、ぜひ言っていただいたらいいと思いますので。 はいはい、またあの、えー、とそっちの方の専,専用といいますかね、あの僕の方で、えー、ちょっと変わったことをしている、この解説的なことをしている動画も出しますんで、またどうぞよろしくお願いします。はい、はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。はい、失礼します,失礼します